こっちだノブ。Yago, got to stay.仲良くやっていこうな。こっちにいます。かけろノブ。
あなたがいなければ死んでいました。
旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。お侍様、加減はせんぞ。走れ、ロブ。
けろ、ノブ。かかってこい。待ちなさい。たたえる。
no tenek. Veyegen motto hadna. よし、ノブ。行くぞ。you
안! 내구치 하루! 졸라리 책! 힘에! 아투!
よし、いい子だ。
侍様が猛虎を滅ぼしてくださる。酒井様、お会いできて嬉しいです。重則様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ、鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。あざもと筒の境の川の近くにまだいると思います。お前がいてよかった。あの煙、焚き火ではない。猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。
何？引くでないぞ。当然だ。くんごはふてが。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。
なよ。ジャッナ。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。歩くのか？